ジェファーソン軍はアメリカ合衆国テキサス州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は252,273人であり、2000年の252,051人からわずかに0.1%増加した。軍庁所在地はボーモント市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名は第3代アメリカ合衆国大統領の トーマス・ジェファーソンにちなんで名付けられた。ジェファーソン軍は、ボーモント・ポート・アーサー大都市圏に属している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は111平方マイルであり、このうち陸地904平方マイル、水域は208平方マイルで、水域率は18.69%である。ジェファーソン軍は、 中南東部メキシコ湾岸の平原に位置している。北はパインアイランドバイユー、北東はネチェス川、東はサビーン湖とサビーンパスと呼ばれる自然の排水溝及びサビーン川川口に仕切られている。南側は大半が湿地であり、その大半はシーリム州立公園に含まれ、さらにその先は暴風の通り道メキシコ湾岸である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ジェファーソン軍は州内でも民主党の勢力が強い軍である。1972年以降の大統領選挙では毎回民主党候補者を支持してきた。2004年の大統領選挙ではジョン・ケリー上院議員を支持した軍として州内254軍中では18軍のみだったが、その一つだった。 ケリーの得票数は47,050票、対するジョージ・ W ・ブッシュは44,412票だった。2008年の大統領選挙では、バラク・オバマが44,854票、ジョン・マケインが42,877票だった。テキサス州刑事司法省の州立公地所である、ギスト刑務所、スタイルズ刑務所、及び、釈放前施設のレブランク刑務所が、 軍内の未編入領域にある。さらに、テキサス州青年委員会が未編入領域でアルプライス州立少年強制施設を運営していた。青年委員会は、この施設を2011年8月31日に閉鎖した。アメリカ合衆国刑務所局が、軍内未編入領域でボーモンと連邦強制施設を運営している。 1988年4月に創業したコンケスト航空が、軍内未編入領域にある南東テキサス地域空港内に本社を置いていた。コンケスト航空は1990年初めに、その本社をオースティンに移転させる計画を立てていた。1989年、コンケスト航空はその本社と78人の従業員6機の機体をオースティンに移転させた。 軍庁所在地、ボーモント市は、人口118,296と、軍内最大かつ、最古の都市である。スピンドルトップ、ジェファーソン劇場、ジュリー・ロジャーズ劇場、サンジャシントビルなど、歴史的な施設が多くある。中心街は、国定歴史地区に指定されている。他にもクロケット通り娯楽街、南西テキサス美術館、ボーモント植物園、エジソンプラザなどがある。 ラマー大学が市内にあり、学生数14,384人と、軍内最大の教育機関である。毎年南テキサス州祭、ドッグジャム、ボーモントジャズとブルースの祭り、ブームタウン映画と音楽の祭りを開催している。ポートアーサー市は、人口53,818人で、軍内、第2位の都市である。ジェファーソン軍は、軍内未編入領域で、 ジェファーソン軍図書館を運営している。ありがとうございます。